ダッシャー5号は日本の競争馬である。主な勝ち倉はセントールステークス、オーシャンステークス、CBC 賞。馬名は元気のいい人い行く。7月26日の小倉のダート1000メートルの新馬戦。直線抜け出してデビュー戦を飾った。続く小倉2歳ステークスは5番人気ながら1着とは首差の2着に検討した。 阪神のオープン特別の貴境ステークスは人気に応えて2勝目を飾った。しかし慶応杯2歳ステークスは一番人気に押されたものの4着に敗れた。次の朝日杯フューチュリティステークスでは12着惨敗となった。ファルコンステークスは直線伸びをかき4着。阪神のマーガレットステークスは一番人気を裏切り8着となった。陣営は この後京都での CBC 賞に出走。小場相手に直線伸びて2着に検討した。北九州記念は11着に惨敗するも、セントールステークスでは、直線で前を捉えて、差し切り重賞初制覇となった。安城の川田翔宮美は、かつての師匠である安田孝之の管理場での初の重賞制覇となった。続く、スプリンターズステークスは6番人気で出走。道中は、 中段最内からレースを進め、直線でも内から足を伸ばし、ゴール前で、ウルトラファンタジーを、離さ捉えきれなかったものの2着入線となった。しかし直線で内に射光し、最内にいたサンカルロの進路を妨害したため、これが、審議対象となり4着降着となった。その後、京都での京阪杯に一番人気で出走も10着と、惨敗した。 初戦のオーシャンステークスでは5番手からレースを進めると、直線で抜け出し重賞2勝目を飾った。続く、高松の宮記念では2番手追走から直線で、先頭に立つも後続に交わされて4位で入線。しかし3コーナーで内側に車行して、ジョー・カプチーノの進路を妨害したことにより、審議の結果11着に到着となった。到着制度導入以来2投目となる。 GI 競争で2度目の到着となった。高松の宮記念の後、2ヶ月間を空けて6月12日の CBC 賞に出走、一番人気に応えての重賞3勝目を挙げた。3ヶ月間を空けて9月11日のセントールステークスでは、中段で足を溜め直線でエーシンバー号、ラッキーナインとの激しい叩き合いとなったが3着。本番のスプリンターズステークスは、 中段追走も、直線で伸びず11着と惨敗した。11月3日の JBC スプリントでは先段から、直線で鋭く伸びラブミーちゃん、セイクリムズンとの争いになったが、数人にかわされて3着。初戦のオーシャンステークスでは先段の4.5番手から、レースを進めたが直線で伸びきれず9着に敗れた。高松の宮記念では、後位の外を追走するが直線で伸びを書き4着と、 なった。CBC 賞は、注意から追い上げるが3着。キーンランドカップは3番手からレースを進め直線で、競り合いに持ち込んだが、花さの2着となった。スプリンターズステークスでは、道中3番手につけたが直線で伸びず、最下位の16着に敗れた。シルクロードステークス、オーシャンステークスと、連続2着の後で、高松の宮記念へ、出走、5着に敗れた。 自走ではシンガポールへ遠征し、クリスフライヤーインターナショナルスプリントへ出走。だが、ゲート内で暴れ、レース中に落鉄するなど、順調さを書き11頭立ての10着に敗れた。9月に、右前浅く検炎を発症、長期休養に入った。2014年9月のセントールステイクスで、約1年4ヶ月ぶりに復帰し14着。続く、 スプリンターズステークスでは最下位の18着に敗れた。2015年のオーシャンステークス14着を最後に3月12日付で競争馬登録を抹消された。引退後は滋賀県の水口乗馬クラブで乗馬となる。ありがとうございます。